日のスペシャルゲストでございます。元湘南ベルマーレディフェンダー坪井健介さん、そして鳩安弘、横浜 F マリノスアンバサダー、そして栗原雄三、クラブシップキャプテン、大きな拍手お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ坪井さんからあの皆様に一言お願いします。皆さんこんにちは、坪井です。よかったです。マリノスサポーターの前なのでちょっと緊張してます。もうちょっとベルマーレサポーターの方集まってもらえると。あ、今あちらから、 あちらから、はい、あの今日はあの初めてなんですけども、はい、あの鳩さんとか映像いるんで、はい、楽しくトークショーしたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳩さん、はい、一言お願いします。はい、鳩です。よろしくお願いします。本当に一言ですね。本当に。ゆうぞさん、一言って言うんで。ゆうぞさん、よろしくお願いします。こんにちは、挨拶もないの。坪井さん、こんにちは。そうです、もう坪井の話みんな聞きたいから。いやいや、そんなことないですよ、皆さんの話。じゃあ、お座りください。はい。木村さん、今日髪型決まってますね。はい、んでも もうこんな感じにしかならないですよ、僕。いいと思います。まさかいじられると思わない。今日僕も借りたですよね、はい、さっきマネージャーいたし、さっき坪井どっちから思って。いやいや、マネージャーの話はダメです。、はい、いいです。マネージャー絶対 NG なんですよ。 NG ですね、はい、絶対 NG なんですね。はい、ということですか。このまま髪型の話で終わっちゃうかもしれない。はい、はいはい、ということでございましてね、今日は神奈川ダービースペシャルのサブタイトル通り、ホームアウェイの垣根を越えて楽しい時間をお送りできればと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ、まあもうね、ご承知の方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、坪井さんの今、自分でされてる活動ですとか、はい、仕事の内容ですとか、なんかそこら辺のことをちょっと皆さんにご説明いただけると、はい、まあ、現役引退してサッカー関係でいうと解説をやらせていただいたりとか、サッカーのイベントを、まあ、週末いろんなところでやったりとかがメインですかね。あとはまあテレビ関係、メディア関係も少し、出させていただいてるっていう感じですね。いや、もう一個忘れてるでしょ。なんですか？日焼け止め。日焼け止め塗ってます。そうそう、開発してます。あ、開発してるんですか？はい、あのベルマーレのサポーターの方は知ってる方多いかもしれないんですけど、ペルムータっていう日焼け止めをアンファーさんっていう会社と、はいはいはい、あの共同開発、僕と那須と石川直で3人監修して、まあ、あの多分皆さん塗ってんのにそんな黒いのってみんな表情されてますけど。ね、そんな表情ね。2人とも元マリノスですね。あ、そうじゃないですかね。那須もで、その日焼け止めは本当に日焼けしない？し、説得力ないよね。知ってるね。違うんですよ、あのもちろん塗ってるからこれで済んでるんですよ、うん、なるほどね。塗ってなかったらもう大変なこと、大変なこと、もうコーヒー豆みたいになってますから。塗ってなかったら塗ってるからこれで済んでるし、はい、塗ってる方が綺麗に焼けるんですよ、本当に。じゃあこれあれですかね、マリサポの皆さんにもぜひ、はい、これから夏ですから塗って感染で、シミシワ予防ですから。なるほど。僕はもう焼けるのは外出てるんでしょうがないんで、うん、将来のシミシワ予防のために日焼け止め塗ってるんですよ。なるほどね、はい、そこまで成分が入ってると。もちろんです、うん、よかった、はい、これだけ埋めてね。横浜でもペルムータ宣伝できてよかった。もう一回皆さんに、あの ペルムータ、ペルムータ、僕今日現物ね忘れちゃった。あのね、車にあるみたいです。車にね置いてきちゃったんですよ、はい、なるほど。そう、じゃあぜひとも、まあ、日焼け止めですね。日焼け止めです。 あくまで あくまで日焼け止めです。あくまで日焼け止め、綺麗に日焼けができる、あのオイル的なものではない、じゃないですね。あくまで日焼け止めなんですけど、はい、今紫外線めちゃくちゃ強いですから、ね、はい、塗った方がやっぱりあのムラなく焼けます。わかりました。ゆうぞさん、はい、興味ありますか？今の興味もらいました。そうですよ、もらったんですか？はい、ゆうぞには渡しましたよ。あら、今日木更津で、うん、もうどんくらい、半年前ぐらいですか？1年前ぐらい。木更津で一緒にあのサッカーのイベント、はい、まあ、那須 あのウィナーズというチームがある、はいはい、そのイベントの時に一緒になって、はい、あの渡しましたけど、はい、まあ、塗ってんだか塗ってないんだか分かんないですね。あ、ようやくこの夏です、使い心地が。なるほど。そろそろサッカーの話した方がいい。いや、そうなんですよ、はい、いつ入ったらいいのかなと思って。皆さん多分サッカーの話聞きたいと思うんで。ね、はい、ということで、そう、サッカー教室やられてるんですよね。あ、坪井、はい、あ、僕はあれですよ、あの単発のイベントでだけで。あ、そうですか。ちょっと僕のあの、なんていうんですかね、専門のサッカー教室みたいのはないですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、それぞれのイベントにあの呼ばれて、はい、うんうん、そうですそうです。なんかちょっとインスタ拝見したら岡野さんとこと一緒にね。あ、そうですね、ああいうのはあのイベント的な感じでやってるので、うん、はい、なるほどなるほど。僕の情報はあまり持ってないそうです。持ってないですね。今分かりましたね。この情報はもう MC 変わった方がいいですかね。鳩さんの方が持ってるじゃないですか。知ってる、いっぱいいろんなこと、ちょくちょく一緒になるもんね。そうですね、鳩、うん、さん、じゃあ鳩さんに今日お任せしていいですか。まあね、本当今日はあの湘南対、マリノスの神奈川ダービーってところでね、はい、やっぱりこう湘南のやっぱりこう特徴とか、うん、その辺もちょっと話聞きたいですよね。そうですね、今日しかも町野が最後なんですよ。そうです、町野選手今日最後でちょっとね、海外に挑戦するということなので、町野もやっぱりこうプロのスタートはマリノスだったんでね。あ、そうだ、そう、そで北九州行ったりね、そう、そこでやっぱりこう、はい、経験積んで、うんうん、今じゃね、もう代表ですからね。そうですか、またなんか代表に呼ばれて代表でプレーしてからちょっとまた上手くなったら良くなったなって気するんで、自信つけてるよね。はい、そうなんで、まあ、今日あのもちろんマリノスサポーターがたくさんなんですけど、うん、僕は湘南側として、湘南側としてね、はい、今日はマリノスので、雄三は町野と一緒にやってるよね。え、町野は1年目の時は、そうだよね、1年間か、はい、うん、その時印象どうだったの、町野の。やっぱ1年目だったっていうこともあって、すごいいい守ってたけど、うん、なかなかこう出場機会がなかったかなっていう感じだったっすけど、まあ能力高いし、うん、何でもできるし、なんかこのままやってたら面白いなと思ってたら、うん、いつの間にか代表入ってるし、うん、すごいですよね。北九州行ってやっぱかなり点取ったんで、そうね、それで点、あの得点取る感覚は掴んだのかなっていうのもそうですし、今あのベルマーレのサッカーでも非常にあのポストワークだけじゃなくて、うん、動けるじゃないですか、うん、自分で持ち運ぶこともできるし、サイドに流れることもできるんで、うん、まあそれは非常に今の湘南には合ってるのかなって気するので、だから今日怖いですよ。今日だからそういうプレーをたくさん出してほしいですね、うん、やっぱね、やっぱりこうプロの最初マリノスだし、なんかこう爪痕残して海外に行こうっていうね、貢献し、最後貢献して、そうですよ、ね、で相手がね、まあ今トップのマリノスですよ、ね、強いですね、調子いいですね、いや、いつ見ても強い、強い、うん、なんか、なんか本当に強いって印象がもうね、うん、それはちょっとこう、なんて、なんだろう、坪井から見て、はい、どういうところの強さがやっぱりこうありますか。うん、まあ、あの攻撃陣とか守備陣の安定感とか、うん、あの力あるなっていうのもそうなんですけど、うん、僕解説でも時々勉強で見させて、マリノス試合をこう見させてもらうんですけど、うん、あ、今日調子悪そうだなって時もやっぱあるんですよ、うん、ね、トップに立ってるとはいえ、うん、あ、今日調子悪そうだなと思ってもそのまま失点しないで結局最後点取るっていう、あ、これはもう強いチームの特徴だっていう、うん、悪い時でも勝ち点3取っちゃう、うんうん、っていうのは結構優勝するチームってそうだなっていうの僕はあるんで、うん、いや、嬉しいこと言ってくれますね。だからそこの強さは本当感じてます。もうやるサッカーとかそういうのはもうしっかりしてるじゃないですか、うん、ブレないじゃないですか、うん、そこはもうあのみんな自信持ってやってるなっていうのは非常に良いと思いますよ。なるほど、うん、今日は手抜いてもらっていいですけど、今日も湘南大変なんですよ今ね、皆さん。いや、ただね、ただね、はい、前回やった対戦は1-1なんですよ。あ、そう、引き分けでしたね。あの試合ちょっと雨も降ってて、覚えてます？ちょっとはっきりめちゃくちゃ覚えてないですけど、あれさ、前から湘南は結構ハイプレスで来たよね前半、うん、めちゃくちゃはめていきましたもん、うんうん、はい、今日どうだろう、はめに来ると思いますよ。そうだよね、あのやっぱ 手応えあったと思うから、はい、必ず今日も前から来るよね、うん、で、まあマリノスさんがつないでくれればいいなというふうには僕思ってますけど、うん、でも頭いいのでマリノスの選手たちも、湘南が来るとやっぱ背後で今3バックじゃないですか、湘南も3バックね、でやっぱ3バックの脇とかで1アンカーでやってるんで、1アンカーの隙間とかに、うんうん、早い段階でつけられ始めると、うん、背後取られたりしだすとちょっと嫌だなっていうのはあるんですけどね、うんうん、その辺は試合巧者のマリノスがどういう風に出てくるか、まあ、それをさせないぐらいもう湘南も行かなきゃいけないと思うんですよ状況的には、うん、ね、うん、こう身構えてマリノスどういう風にしてくるかなという状況ではないと思うので、うん、まあ、やっぱりもう最初からガンガン行ってほしいですね。今日は解説してますねで困っちゃってる。いや、ハトさんってすごい頼りがいあるんだなと思って。
いやでも皆さん多分そういうとこ聞きたいんじゃないですか。うん、まあそうですね、うん、いやだってもう解説されてるお二人がこうやってもうガンガン激論交わした方が多分聞いてる方が、でもっと言ったら、ね、もっと言ったらマリノス長いボール使わないじゃないですか。あんま使わないです。使わないでしょ、はい、だからそれで前からはめに来て、でもそれでもつないでさっき言った脇をつ、うん、あのボランチの脇で今ね一森結構調子いいから、はい、そうですよね、スパーッとつけるじゃないですか。あのボランチ脇に、まあ、トップの選手前のマリノスの前の選手が落ちてくるのに、うん、湘南のセンターバックがついていけないとちょっと嫌だなって感じがします。そこは潰しに出てほしいですね、うん、まあ、もちろん開けることにはなるんですけど、うん、そこはあのウィングバックがしっかり絞って下がってくることもできるので、うん、あの脇のところをセンターバックが躊躇しちゃうと、うん、もうそこでターンされたら何のために言ってるか分かんなくなるよね、うん、そうなんですよ、うん、守備はまらなくなっちゃうんで、あそこは躊躇しないでしょ。今日皆さんそこ注目ですよ。今日ボランチの脇湘南は潰しに来ますよ今日はね。多分でまたこれまた違った雄三はまた違った あの意見を持ってるから、いや違わないですよ。違わない、ね、違わない大体大体ね真似してるわけじゃないですけど、うん、でもやっぱずっと解説とかやってるからすごいやっぱ見てますよね、うん、翼さんはね、まあマリノスもね、的確ですね、うんうん、いいところも悪いところも分かってるからね。マリノスは悪いところないですよ本当。ちょっとねマリノスじゃ失点してたんですよここ最近、うんうんうん、どういう感じで失点してたか覚えてます？あんま覚えてないです。覚えてないでしょクロスに対してねちょっと失点してたからね。そうですね、うん、その辺はちょっとセンターバック目線でどう坪さんはセンターバックですか？でもサイド出るじゃないですか、うん、攻撃に、うん、やっぱりそのカウンターは気をつけなきゃいけないし、サイドを出た後のスペース疲れてからのクロスとかは気をつけなきゃいけないんじゃないですか。ああ、じゃあ例えばね、うん、マリノスのサイドバックってどっちかでこうボランチ気味にこうインに入ってくるでしょ、はい、入ってきちゃう。じゃあそこで引っ掛けられた時にやっぱりこの、うん、サイドバックのスペースあるじゃないですか、はい、あそこどう埋めます？あそこね、うん、あそこ結構テーマじゃないですか。テーマでしょ。そういうなんていうんですかね、特に今サイドバックやっぱり高く出るとかインサイドはやるチーム多いじゃないですか、うん、そこかなりのテーマですよ。じゃあセンターバックが自分のマーク見ながらそこを埋めたり、うん、ボランチが自分のマークを見ながらそこのボランチそこをちょっとケアしたり、うん、そういうところの工夫はどうですかね。で自分たちがボール持つ展開だとボランチがそこをケアするのは難しいじゃないですか、うん、まあ、ということはだから逆サイドかな、逆サイドから絞ってきてセンターバックずれるしかないのかなと思うんですけど、でもマリノスさんは割と両方出たりもするじゃないですか、うん、そうね、うん、だから速攻はやっぱ2センターバックの今の役割はかなり、大変にはなってると思いますよ。そうかな、言うぞ。いやもうそうです、そうそうです、うん、2センターバックの守らなきゃいけない、幅ですね、幅ね、うん、横幅は相当多くなってると思うんで、そうだよね、あそこはあのマリノスのセンターバック陣の大変なところかなっていう、攻撃的に行くんだったらそのリスクを負いながらもやるっていうことじゃないですかね、うん、ケアをするというよりかはリスクを恐れずにやっていくっていう選択なんじゃないですか。そう、結構今日これトークショーコアな話してますね、うん、そうなんですよ、ついていけないですもんついていけないですかいやさっきねちょっと話したかあるんですけど、ちょうどここ来るときに湘南サポとマリサポが一緒のそのシートで食事してたんですよ、うん、めちゃくちゃいい光景だなと思って、うんうんうん、で今ちょうど3人いて、我々の時代そういうのなかったよねって言って、そうですね、あんまりそういうの結構バチバチやったような気がするんですけど、うん、なんかそういうあの景色を見た時に、もちろんね試合が始まればね両チームをやっぱり応援するんですけど、なんかそういうなんかスタジアムのこう外周で見るのは素敵な光景だなっていうのを思ったんですよ。別に話関係ないんですけど。いやいいんですいいんですよ。いや特にこのトリコロールランドはもうそういうの なしですからね。あなしですからね。そう。いい光景でしたよね。ね、僕もなんかいいなと思うね、試合始まったらね大変な、うん、まあ戦いですけど、やっぱり始まる前と終わっ後っていうのはね、そうだよね、同じサッカーをお会いするね、この頭。そして今日坪は今日試合見ないで帰るんですよね。そんなわけないじゃないですか。そんなわけない、突然ぶっ込みましたね今急に。坪は今日なんか試合見ないで帰るって聞いたんだけど、急に何を言い出すんですか。そうか、そこの振りだけ僕にやらせてほしかった。急に何を。一応揃えていたんですよ。あ本当ですか。いやもう入ってくるの遅いな思って。あいやなんかテレビ見てるみたいになっちゃってる。僕はまあちょっと次の仕事がありまして、
え、何の仕事なんですか。いや、ちょっと仕事の内容は今言えない。あ、そうなんですか。まだ、まだね、告知しちゃいけないものなので言えないです。ちょっとそちらの現場に移動しなきゃいけないので、まあでもね、湘南をもちろん応援してるんで、この場に来てやっぱりね、はい、少しでも湘南ベルマーレのパワーになればいいなと思って。そうですよ。だから、あの坪井をねかばうわけじゃないですけど、はいはい、このマリノスのこのトリコロランドのトークショー、それがあるんですけど、うん、無理っくり来てもらったんです。ありがとうございます、はい、僕は。いいえ、まあ、本当に、はい、頑張ってください今日。本当です。僕、はい、僕ちょっといないですけど。そうですか、はい、じゃあまあまあまあね、結果としてはね、はい、また後でという感じで、しっかり映像見ながら移動したいと思います。移動中はダゾン見れるから。ダゾン見れますから、うん、移動中見ながらどういうことが起きるかなと。そうね、うん、まあ個人的にはね、ちょっともうマリノスさんも勝ち点いっぱい稼いでますから。そんなことないですか。そんなことないですよね。そんなことない。まだ足りない。欲張りだな。湘南見てくださいよ。本当に苦労してるんですからね、まあ、いいゲームしましょう。いいゲームを、まあまあ、とにかく ね、いいゲームをして、僕は皆さんの前で言うのもなんですけど、湘南に勝ち点をぜひ、うんうん、いただけたら。みんなうんとは言ってない。全然うなずかないですね。まあまあ、それは勝負ですから。勝負ですから、真剣勝負した、ね、後に勝ち点が入ればいいなと思ってます、ね、坪井さんは大歓迎されてるんですけども、そこはちょっと譲れないなっていう今、はい、まあそれは当たり前ですよね。そこもね、いいですよって言われたら僕もちょっと困りますけどね。そうね。そうですか、雄三さん。なんか雄三と坪井はやっぱセンターバック同士だったから、なんかそういうこうマッチアップとかでエピソードないんですか。やっぱりこうなんだろう、やっぱコーナーキックとか、やっぱマークお互いついたりとか。雄三ね、強いから僕がつくことあんまなかったんじゃん。あんまなかった。そういう接点はないの。やっぱなんか僕らの時マンツーマンがやっぱ多かったじゃないですか、うん、ゾーンってあんまなくてマンツーマンが多くて、うん、やっぱ雄三ってこう優先順位上の方だから、うん、僕よりも、まあ、どこのチーム行っても僕よりヘディング強いのいるんで、先にそっちが雄三に当てられるっていう、あ、そうことの方が多かったんで。で、あんまりない接点は。試合の接点はないですけど、うん、一つエピソードとして、ね、エピソードある。これないでしょ。俺雄三とプライベートで遊んだことないよ。プライベートじゃなくて、坪井さん代表のデビュー戦ってどこですか。サイスターかな。トリニアストバコじゃないですか。あ、かもしれない。あれ国立で、多分オシムさんの一番最初の時の試合で、うんうん、多分坪井さんもっと選ばれてるかな。俺オシムの時はもうジーコの時はずっとやってたから。あ、じゃあ違うか。僕のデビューする時、坪井さんが先発で出てて、坪井さんが負傷退場して俺が交代で入ったんですよ。多分もう覚えてない。その時だって痛んで担架で運ばれてたから覚えてないと思うんですけど。だけど同じその前泊して一緒に顔合わせてるでしょ。じゃあ交代ですよ。だからそれで僕は初代表だった、うん、なるほど。あ、坪井が負傷交代して雄三が呼ばれたんだ、はい、そうです。じゃあ呼ばれたんじゃなくて、うん、呼ばれてたんですけど、うん、それで交代で試合に入った。試合に入ったんだ。あ、そんなこと。だから俺は全然覚えてないんですよ。タンカーで運ばれたんだね。あ、なるほどなるほど。おかげさまで。じゃあキャップ数の1が、そう、坪さんとチェンジです。おお、そうですよ。接点あった。接点ありましたよ。え、突然振られても。やっぱりね、うん、これから日本を背負っていくディフェンダーのために僕が譲ったわけです。身をもってこうね、軽く。よかったよかった。今日ね、なんか坪と接点あるってみんなで話した時に、僕はね、逆にあの坪との接点はジョモカップ、あ、昔のあのオールスターですね。オールスターの時、はい、そこで確かレッツで1年目、うん、多分1年目ですね。1年目か2年目、はい、そう、そこでそう接点がある、うん、それ以来はあんまり接点がない。引退してからの方が、そう、引退してからよく一緒にイベント一緒になるんですけど、そうなんですよ。現役時代はなかった。だから現役時代はそれっきり、それっきり。いやいやいや、それは対戦もいっぱいさせてもらったし、うんうん、ただまあ話変わるけど、うん、引退後に何回かいろいろイベントでサッカーやらせてもらった時に、坪井さんはマジですごいです。一番動ける動ける動ける。本当ね、普段から動いてるから、もうまだ全然現役ですよ。多分ね、あ、木村さん知ってるでしょ、あのインスタとか見てるんですよね、はい、シャトランとかしてますから。どこ目指してんの。シャトランとか、うん、サーキットトレーニングとか。そう、
30秒ブワーやって30秒休憩してまた30秒ブワーってやって、そうだからその目標は何、はい、目標は何ですかね、特に目標がないんでひたすらやるしかないんですよね、もう。あ、ストイックなだけか。あ、まあ、ちょっとやっぱ変わってるとは言われますね。あ、変わってる。心拍数が上がらないと運動した気にならないんですよ。あ、それ心臓肥大とかじゃなくて、違う心拍数が上がるのと体に乳酸がたまらないと運動した気にならないんです。病気ですね。病気だね。病気です。今はインターバルやってます。インターバルね。ゆうぞも最近あるんですよ、走ってるんですよ。いいですね。最近じゃないですけど、ちょこちょこ走るんですけど、うん、やっぱもうだんだん太ってきますね。やらないとね。そう、やっぱ現役の時って気づいてないですけど、やっぱ毎日サッカーやるってすごいですね。すごいよね。いや、すごい。あれだから毎日ボール蹴ってるのも筋トレなんだよね。いや、そうですよね。いや、だからその現役の選手たちの凄さをやっぱりこう毎日やることってやっぱすごいなと思いますし。そうだね、うん、やっぱやらないで普通に食べてるとそれは太りますよね。うん、なんか今度こういう例えばトークショーの前とか、なんかこうファンサポーター皆さんとなんかフットサルできたりとかしたらいいですよね。ああ、なるほど。一緒にね、なんか触れたら、その例えばこう対戦相手のチームのサポーターとか一緒にね、うんうん、なんかそんな企画あってもいいんじゃないでしょうかね。なんかちょっと思いついてんけど。ああ、拍手も出てますからね。やねえ、なんか、いや、今あの首を縦に振ってしまいましたね。またそういう機会だと僕も来たいですね。そうでしょ。ガンガンスライディングしますよ。なんかそれやめたからこそ皆さんとなんか逆にサッカーで楽しめるみたいな。そうですよね。うん、うん、そんなあってもいいじゃないか。それも面白いじゃないですか。なんかね、動けてて、あ、やっぱ元プロサッカー選手ってすごかったんだなと思ってもらいたいのもあるし、うんうんうん、大したことねえなとか、大したそう、ね、落ちたなと思ってもらうのも面白いじゃないですか。そうね、はい、いや、ふと思いついたんですけどね、後で怒られるかもわかんないですけど。大丈夫だと思います。大丈夫ですか、ね。ま、前もなんか企画をここでなんか話してどうでしょうかみたいな話やったような気がしましたけどね。うん、その紙意味あるんですかね。これですか。はい、それ一応台本台本なんですけど、はい、これ持ってるとホッとするんです。ホッとする。今台本にあること喋ってました。ないね。喋ってないですね。喋ってない、喋ってない。あの展開はもうぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃになってる。だから どこを喋ったらいいのかなと思いながら見てたんですけど、どこにも当てはまらないんですよ。当てはまらないですか。大丈夫です。いや、皆さんだってね、あのお三方のお話を聞きたいわけですから、はい、いいです先生。はい、はい、もう話のネタはないんですけどね。うん、もうないんですか。はい。僕が触れる状況はもうないんですけど。ああ、なるほど。はい。じゃあそろそろプライベートの話なんかいいですか。これからプライベートするんですね。うん。あれ、そう、あれだから今インスタの話ありましたけど、はい、お酒僕好きです。相当好き。はい。実は現役の時から好きで。あ、現役バリバリ。我慢してました。現役の時は。そうです、ね。だいたい今サッカーってリズム試合して、うん、今だとリカバーしてオフが多いじゃないですか。うん、だからまあ試合してリカバーしたその夜、うん、だけ飲んでました。なるほどなるほど。オフの前の日。リフレッシュね。リフレッシュ。うん、でそれ以外はなるべく節制して、そういう生活を送ったので、うんうんうん。お酒って言ったらやっぱり。僕そんな好きじゃないですけど、まあ飲みますけど、うん、でも逆に坪さんはずっと隣にその酒の怪物みたいな人いたじゃないですか。浦和の時センターバックに、センターバック田中マルクスっていいよ。よくその誘惑に負けなかったです。ああ、そう、まあ浦和の話だとそういうの人がいっぱいいたんで、うん、岡野正幸とか、うん、ね、いっぱいいたんで、一応そういう人たちには言ってました。オフ前だったら飲むと。なるほど、うん、それ以外は飲まない。雄三はどうだったの。オフ前え、雄三はどのタイミングで飲んでたの。僕は坂田といつもフラフラしてたじゃない、坂ティと。いやいや、坂ティ、そうっすね、うん、若い時はそうっすね。でしょ。でもまああんま気にしなかったっすね。まあ飲みたい時に飲んでたよね。その分動きはいいやと思って。あ、タイプだった。そうかも。それはでもあのごもっともですよ、その分動けるんですよ。もうでも坪さんみたいにやっぱ成功者がそういうふうに言うと、うん、説得力がありますよね。飲むなっていう。そうね、はい、今でも飲んでる人は少ないですし、僕らの時も試合前とかに飲む人はやっぱいなかったんですよ。うん、鳩さんの時は違ったかもしれないですけど。いや、さすがに試合前いなかったよ。やっぱいないですよね、うん、そこは試合終わってたよね。うんうん、まあ基本そうですよね。うん、まあ、だから結構お酒好きな
J リーガーは多いんじゃないですか、昔の人ほど。種類は何が一番好きなんですか。僕はビール、日本酒、ウイスキーですかね。ワインは。ワインはあの全然飲むんですけど、うん、まあ、赤ワインが悪いとかそういうわけじゃなくて、ちょっと体に合わないのかなっていう思う時があって。赤ワインポリフェノールちゃうの。いや、それはお酒それぞれありますよ。なんでそんなに今肩持ったんですか、ね、赤ワインの、ね、急にワイン売ってるんですか。いやいや、まあ、赤ワイン、ね、いや体にいいのは知ってるんですけども、うん、ちょっと次の日の抜けが、まあ、赤ワイン飲むと悪いなって気がするんで。日本酒より。日本酒より。だ、まあ、体に合うか合わないかの問題だと思いますが。鳩さんは飲まれるんですか。僕も飲みますよ、外出た時、うん、は僕逆に言ったら赤ワイン好きです。そう、うん、なんかワインっていうイメージ。本当ですか。ありますね、うん、まあでも日本酒も飲むし、ウイスキーだけはちょっと苦手です。ああ、そうなんですね、はいはい。ゆうぞさんは。ゆうぞはね、何でもある、一緒にこう飲みに行きたくないんですよ。例えばね、いいお酒でも僕はここちょっとずつこう、なんていうんですか、味わって飲みたいんですよ。たしなみたいみたいな、あさあみたいな。もうこんな味わうよりももう肝臓に悪いわみたいな。だから屋形船からその流れですよね。もうね、ほんまもうあっという間になくなるから。豪快に飲むんですね。豪快豪快も。僕はだからお酒がそんな好きじゃないんで、味がだから楽しくなりたいだけなんで。雰囲気だよね。そうだからこう楽しくこう鳩さんみたいにすかして飲んでるやいやいや、すかしてないけど。ワインって言うとすかしてるイメージがある。すかしてワイン飲みながら将棋指してるんですよ。いやいや、すかしてワイン飲みながらすかして将棋指してるんですよ。ちょっと待って、なんでこんなディスられてるの。ね、まあ、お酒飲むのは当然お休みの前の日とか、はい、いうことなんでしょうけど、お休みの時は何されてるんですか。現役今ですか。はい、今は僕仕事ない時は茅ヶ崎で嫁さんが雑貨屋やってまして、そこでバイトしてます。お、奥さんが。あ、奥さんが働いて社長で。あ、店長でやってるんで。店長で、僕社員僕しかいないですけど、バイトも僕しかいないですけど、はい、僕バイトしてます。雑貨屋でそれなんか物を売るじゃないですか、はい、カフェとかもできるんですか。そこカフェ、隣にカフェがあるんですよ。それは違うカフェ。あ、そこは違うんですけど。あ、違うんだ。大体僕バイトって言って行って、うん、で最初のなんか店オープンする手伝いして、うん、大体隣のカフェにいます。カフェしとるやないか。大体カフェにいます。あ、じゃあその時にお店に行けばつぶさんに会える。あ、いますよ。あ、そうなんですか。実際に、まあ、この中にもいるか分かんないですけど、湘南サポーターの方は実際にお店に来られて、あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます、いらっしゃいます、まあ、実際にお店に来られたというか、今手振ってくれた二方は近所、ご近所です。あ、ご近所さん。はい、僕の近所です。近所に住んでます。行ったら必ず買ってるんですか。行ったら必ず買ってるんですかね。お話しして帰る。話して一緒にカフェしてくれるんです。一緒に働いてもらって。いいですね、一緒にカフェしてもらってます。そういうのも素敵ですね。ね、そうですね。うん、そうか。お名前よろしければ、なんていうお店の名前ですか。ドゥエっていうお店で、茅ヶ崎の海沿いの方にあるんですけど、一応イタリア語で2、背番号2、2っていう意味ですよ。2っていう。で、僕背番号2をずっとつけること多かったんで、うんうん、湘南の時は20だったんですけど、うんうん、はい、まあ2に絡む名前にしたいということで、うんうん、そうなりました。じゃあぜひとも雑貨、どの辺までの雑貨を売られるんですか。まあなんか嫁さんが適当に集めてるんで、生活するのにこう、まあなんか茅ヶ崎っぽいというか海っぽいようなものを集めて置いてるような感じですかね、うん、なので横浜からもぜひね、気晴らしに、うん、一回行ってみたいですね。鳩さん、うん、鳩さんちょっといい、うん、ちょっと合わないかも。そういいって断ったのに。いいなんか冷たいな、本当。多分こっそり行くでしょうね。ね、まあそういうことでございましてですね、まあ、お休みの日はバイトをしている、うん、雑貨屋さんでということなんでございますけども、はい、今茅ヶ崎ですよね、はい、そうです、はい、どこかおすすめのスポットなんてあります。あ、まあ今だったらもう海の家とかもたくさん出てるので、まあそういうところに来ていただくのが一番茅ヶ崎を感じられるというか面白いんじゃないですかね。なんかいいお店とか、逆に、はい、そっか、坪井さんに会いに行ったらなんかあそこの行ってごらんよみたいな感じにはなるんですかね。ガイド役してくれるみたいな。ああ、いいです、全然
教えますし、ね、まあ、駅からも歩けるので歩いていろいろフラフラ見ながら、するのもまたあの都会とはちょっと違う感じで面白いのかなって気がしますよ、うん、横浜の都会の感じとはまたちょっと違うんで、なんか時間の流れもちょっと違うような感じするんで、アバウト、うん、ゆっくりしたい方は、うん、ぜひ、うん、ぜひね、あの来てフラフラしてみてもいいんじゃないですかね、ぜひぜひ、これからいい季節でございますんで、はい、ね、ぜひともという感じでございますけど、さあそろそろお時間が来てしまったみたいなんですけども、はい、まず、坪井さんが今日ウェルマーレの選手で今日この人を注目してほしいんだよ、ね、さっき言うてんやん、さっき言ったよ、言ってた、ごめんなさい聞いてなかったです、もう一回スタメンは出てますか、もう出てるんじゃないですか、もう出てますよね、うん、まあ町野選手はもちろん、ちょっと皆さんもちろん出てますよね、うん、スタメン、スタメン出てますよね、はい、町野出るかな、あれ町野出るかな、わかんないね、僕らまだ見てないんで、あ、あ、で出るそうです、あ、じゃあ、はい、出てる、じゃあやっぱ今日ね、やっぱり今首位で、まあ本当に確かな力を持ってるマリノスさん相手に自分の力をやっぱしっかり出して、はい、点を取って、はい、で、海外に挑戦していってほしいなというのを思ってます、わかりました、じゃあここでですね、毎回恒例なんですけども、ズバリ何対何この場で言わせるんですか、はい、こんなにマリノスサポーターさんがいる前で、はい、はっきり言っちゃっていいです、はっきり言っちゃっていいですか、はっきり言っちゃっていいです、はい、1対0湘南ベルマーレ湘南ベルマーレが、はい、いやでもちょっと無失点厳しいかな、ね、ちょっと無失点どうですかね、湘南の皆さん、もうちょっと点をお互い取った方が面白いんじゃないですか、ね、ちょっとやっぱ無失点マリノスの攻撃陣すごいからな、うん、やっぱ無失点さっき言うたじゃないですか、今シーズン無得点が1試合だけ、リーグ戦ベルマーレ無失点ないんですよ、あ、本当1試合もないんですよ、でも点取り合いましょう、3対4 3対4 3対4って言うと完全に湘南が負けてるような感じになっちゃうかもしれない、3対4で湘南ベルマーレ、ホームを先に言ったんですから、ああ、なるほど、ね、マリノスさん、うん、ベルマーレ4大爆発、大爆発、うん、見てる人も満足する面白いゲームね、今日僕この場にいないから好き放題言って あとは帰っちゃえば、あ、逃げちゃえばいいんでこの後ね、この後さーっと逃げちゃうよね、さーっと思い出す、足早いからじゃあ鳩さん、はい、何対何、そうですね、やっぱ町野はやっぱり点は決めるだろうなと思うんですよ、なので3対1、3対1いつもクリーンシートなのに、はい、3対1で、3対1で、うん、こちらですね、拍手ですね、はいはい、ゆうとさん、なんか4対1とか4対2のイメージあるんですよ、なんか湘南とやると、うん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 、だから2対0でマリノス、お、全然違くない、全然言ってること全然違う、全然やたまにこういうスパイスが来たんですね、そうそうそう、たまにね、はいはいはい、はい、ということでございまして、ありがとうございます、はいはい、じゃ あの最後になりますけども、会場の皆さんに一言ずつお願いします、今日本当に初めてここの場に来させてもらいましたけど、ここに場所的にここに来るの自体も初めてなので、なんかすごくいい雰囲気だなというのを思ったので、まあこの雰囲気はまたピッチになると変わるとは思うんですけども、お互いが、サポーター同士もそうですし、ピッチで戦う選手同士もお互いいいゲームになるように、皆さんでいい空気を、いい雰囲気を作っていきましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、完璧です、じゃあ続いて畑さん、僕らも言うんですか、あ、いやもう本当神奈川ダービーってところでお互いのこう意地と意地のぶつかり合いっていうところもあるんで、その順位とかどうのこの関係なしにやっぱ選手のそういうプライドとか誇りとかそういうとこそういう戦いが見れると思うので、しっかりとその目に焼き付けて、今日は観戦したいなと思います、はい、はい、ありがとうございます、じゃあ最後に雄三さん、湘南あんまりこう成績出てないですけど、もう本当にいいチームだと思うんで苦戦はするとは思うんですけど、まあいつも通りマリノスがやっていければ勝てると思うんで、まあ、あとは皆さんの力を借りて勝ちたいと思いますっていうか頑張りましょう、はい、ありがとうございます、そういうことでございまして、ルイエクトークショーでございますけどもね、坪井圭介さんありがとうございました、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、そして鳩さん、ゆうぞさんありがとうございました、ありがとうございました、すごいはなんかこの後すぐ行かなきゃいけない、ああそうですね、はいはい、すいませんお忙しいところそんなに
バタバタしてないですよ。バタバタ、はい、ありがとうございました。以上レジェンドトークショーでした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。